1月から部分営業しながら保存修理工事に入っている松山市道後湯の町の道後温泉本館で3日、年末恒例の大掃除が行われました。松山市道後温泉事務所や道後温泉旅館協同組合などのおよそ40人が汚れを落とし、新年に向けた準備を整えました。大掃除は1996年度から毎年休館して実施しています。今回は工事に伴い素屋根で覆われていない西側と北側、営業中の1階神の湯の脱衣所などを清掃しました。参加者は長さおよそ6メートルの笹ぼうきを持って腕を伸ばし、本館外周の軒下や道後温泉の看板など手の届かない場所のすすを払いました。館内では脱衣箱の裏や天井付近のほこりを丁寧に集めていました。恒例のすす払いいうことになるんですけど、まあ、1年たまったあのほこりとか薬を皆さんの手で払ってもらうような行事となっております。125歳になる古い建物なんでですね、まあ、感謝の気持ちと、はい、令和の時代も、まあ、きれいに使っていかないといかんという気持ちを込めてですね、はい、掃除させてもらっております。4日は別館飛鳥の湯と椿の湯が大掃除のため休館します。